い、事業専門税理士川南です。本日の動画は前回に引き続き、自分で確定申告書を作成して作っている方は必見の内容です。確定申告初心者ありがち、もう一つのパターン、パート2ということで動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と本を2冊出版しております。その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter、Voicy とやってますので、すべて概要欄のリンクから飛べるようにしてありますので、そちらの方よろしくお願いします。それでは早速本日の動画に行ってみましょう。それでは確定申告初心者やりがちミス2ということで、自分で確定申告をしている方必見の内容になります。本日の内容なんですけど、所得申告のやりがちミスということで、まず1つ目、所得を合算していない、ふるさと納税入力の漏れ、また先住者給与と配偶者控除のダブル控除をしてしまっている、そして基礎控除額のミス、次に予定納税額があるのに入力が漏れている、そして源泉徴収税額の入力ミス、これも漏れているっていう方多いですのでお気をつけください。そして最後、本日このような流れでいきますので、動画最後の方までご覧になってください。そして今回の動画はこちらの用紙でよくあるミスについて紹介をしております。前回の動画ではこちらの青色申告決算書の方で多いミス紹介してますので、ぜひこちらの動画も合わせてご覧になってください。こちら両方の動画見ていただいて確認してから確定申告書を提出することをお勧めいたします。はい、一つ目のミスなんですけど、所得の合算ミスですね。こちら事業所得以外の所得があるんだけど合算をしていないっていうケースになります。どういったことかと言いますと、こちらの申告書用紙には収入金額等のこのグリーンのところにですね、いろいろな所得を入力する箇所があります。自営業の方ですと、この事業のところの営業等に金額が入ってくるはずです。ビジネスが自営業フリーランスで事業のみの方はいいんですけど、実はそれ以外に配当があるとか、実は他から給与がもらっている、またですね、役員報酬があるっていう方は、この給与のところにも所得を入れて合算をしないといけないんですけど、それが漏れている、また公的年金もらってるよって方が漏れている等々ありますので、合算する所得がある方はお気をつけください。これ今言ったように、例えば給与があるとかね、役員報酬を他からもらってるって方は事業所得以外の所得があるということになるので、しっかりと合算をするようにしてください。そしてこちら年金受給の方も同じことになります。確定申告の用紙はこのグリーンのところが全てのね、所得を記入するという風になってますので、必ず自分がね、何かしらもらってるお金というのはどこかに該当するはずです。この所得のどこかに該当しますので、漏れのないように記入をしてください。それでは次に多いミス、こちらです。ふるさと納税をされている方、今すごく多いと思うんですよ。そのふるさと納税をせっかくしたのに、寄付金控除の入力が漏れているってミスをしてないですかということになります。ふるさと納税の入力忘れということで、節税のためにふるさと納税をせっかくやったはずが、こちらのところ、要はどこに記入するかというと、この所得から差し引かれる金額っていう赤いところがあるんですね。このところに寄付金控除という欄があります。この寄付金控除にご自分がしたふるさと納税の金額から2000円を引いた額が合計額入ってるかどうかというのを必ず確認してください。ふるさと納税したのにここに金額入れてないってことになりますと、確定申告に反映されませんので、そしてさらにこの確定申告用紙が住民税の方も影響してくるというか、データが飛んでいくので、こちらが入っていないとですね、住民税の方にも影響があるということになってしまいますので、ふるさと納税した方はこちらの寄付金控除はちゃんと入力が入っているかどうか、自営業フリーランスの方がしっかりと確認をしましょう。もしかしたら会社員の方はですね、ワンストップ特例制度っていうのをね、使ってらっしゃる方がいるかと思うんですけど、その場合は確定申告必要ないというふうになります。こちらふるさと納税については確定申告作成でふるさと納税バージョンという動画作ってますので、ぜひそちらの方をね、見てしっかりとワンストップ特例制度を使うのかな、もしくは自分は確定申告でするのかなっていうのをご確認ください。そしてこの住民税にも影響あるっていう意味合いなんですけど、確定申告書っていうのを税務署に提出しますと、そのデータが県や市区町村にデータが自動的に回るっていう仕組みになってるんですね。ですので、この確定申告書のこの寄付金控除に載せていないと、住民税の方にも影響がある、要はね、寄付金控除ふるさと納税したはずなのに住民税の方にもしていないということになってしまいますので、必ずふるさと納税をされた方はこの入力が漏れてないか確認をしてから確定申告書の方を提出しましょう。はい、そして次の3
ミスです。先住者給与と配偶者控除をダブルで控除しているということです。こちらダブルで計上は不可なんですね。先住者給与はどういうものかと言いますと、家族ね、要は配偶者に対して先住者給与を出してるって方多いんですけど、先住者給与は経費として計上されています。先住者給与を使ってないという方は配偶者控除を使えるので、この配偶者控除っていうのは控除項目のところに記載することになります。これダブル計上というのはできませんのでお気をつけください。 e-tax だと注意事項、要はエラーとまではいかないんですけど、二重計上されてませんかみたいな注意書き、まあお知らせみたいなのが出るので、そこで気づけば、あ、そうだそうだ、先住者給与出してるんだった配偶者にということで気づいて修正できるんですけど、手書きの場合ですと、そういうエラー項目もしくは注意事項、お知らせっていうのが出ませんので、手書きの場合は二重になってないかというのは、ここは必ずチェックをしてください。要注意です。これ間違えてると税務署から確実に連絡が来ますので、間違えてますよって言って直せばいいんですけど、電話かかってくるとドキッとしますからね。二重計上になってないか確認をしてから申告書提出するようにしましょう。そしてこの先住者給与と配偶者控除がどこの箇所でされているのか、次のスライドで見ていきたいと思います。このように表示がされているはずです。まず先住者給与なんですけど、こちらは先ほど言ったように経費として計上するよということで、所得税青色申告決算書のこちら赤い枠のところに先住者給与として1年分の金額が入ってきます。逆に配偶者控除というのはどこに入ってくるかと言いますと、この所得から差し引かれる金額のところですね。こちら先ほど言ったようにふるさと納税をしたところ一緒に並んでるんですけど、ここに配偶者控除とありますので、こちらの配偶者控除と先住者給与も払ってるのに、両方ダブルで計上してないか気をつけてください。このダブルで計上っていうのは人が違えばいいんですけど、自分の奥さんに先住者給与も払っているのに、自分の奥さんも配偶者控除でダブルはダメですよって意味合いですので、誤解のないようにお願いします。ですのでどちらか一方しか扱えないという点お気をつけください。以前先住者給与についてはね、1年ほど前に動画作ってますので、ぜひよければそちらの動画ご覧になってください。それでは次のあるあるミスいきます。こちらですね、基礎控除額のミスということになります。この基礎控除額っていうのはどういったものかと言いますと、基礎控除というのは基本的に多くの方は48万円なんですね。そしてこの所得から差し引かれる金額、赤いところに基礎控除っていう欄がありますので、こちらの基礎控除のところに48万円というふうに記入して控除することになるわけなんですけど、この所得が2400万円の方は48万円なんですけど、それ以上ね、所得が多い方は金額が変わりますので、こちらお気をつけください。そしてもう一つ注意点なんですけど、以前は基礎控除額が38万円だったんですね。それが今48万円となってますので、手書きで確定申告する方はこのね、38万円のまま記載するっていう方が中にはいらっしゃるかもしれませんので、気をつけてください。 e-tax で申請する場合には自動的にここに48万円という数字が入ってきますので、安心してください。とはいえ、この48万円というのを押さえておきましょう。基礎控除は特に手書きの場合ミスしやすい項目になってますので、確認してから申告書を提出するようにしてください。それでは次のミスいきましょう。予定納税額の入力ミスになります。これ予定納税って何ですかっていう方も多いかと思うんですけど、これは税金の前払い、まあ中間申告と呼ばれるものですね。これは前年の所得税が15万円以上になっていた方は、自動的に一部あらかじめ税金を前払い納付するというルールがありまして、そちらの予定納税額を払っている方は、ここの予定納税額のところに記入が漏れてないか必ず確認をしてください。ずっと e-tax で確定申告をするって方は、自動的にここね、利用者識別番号と暗証番号がそのまま以前のものを使えば入ってくるんですけど、そうじゃない方はこの予定納税額は自分で入力をしなければいけません。このね、予定納税額、せっかく前払いをしているのに入っていないと、予定納税がしているのにもかかわらずしていないということで税金金額が入ってきてしまいますので、こちら必ず確認をしてください。そして前年の所得税15万円以上いってない方はこちらありませんので、空欄ゼロで大丈夫になります。で、自分がこのね、中間申告、要は予定納税額したかなどうかなっていう方は、必ず書類が税務署から届いているはずですし、その書類にいくら引き落としたかっていう金額が記入されてますので、そちらの書類を探していただいて、しっかりと入力の方をするようにしてください。はい、そして次が最後のミスなんですけど、源泉徴収税額について紹介したいと思います。源泉徴収税額の入力ミスです。これも知らないと漏れている方たまにいらっしゃいますので、皆さんお気をつけください。
この源泉徴収税額、どういうことかと言いますと、例えば報酬をもらっていて源泉徴収がされている、要はもらった報酬から何かしら天引きされているっていう報酬あるかと思います。源泉徴収票を送ってきてくださるはずです。もし源泉徴収票が手元に届いてないってことありましたら、ぜひそちらの自分の取引先、まあ報酬の支払ってもらった先に確認をしてください。またその他料金の源泉徴収税額があったり、また原稿料などもね、源泉徴収税額がね徴収されているパターン多いですので、こちらの報酬と料金原稿のあたりで自分のね仕事、自営業、フリーランスの方は仕事で源泉徴収されているものなかったかなというのを思い出していただいて、あ、確かあそこの取引先は源泉徴収されてたはずだということで、源泉徴収票を揃えまして、源泉徴収税額というも税金も前払いをしているってことになりますので、必ずこの源泉徴収税額にその金額合計が全て入ってるか、自分がした源泉徴収票の税額を足したらここの合計額になってるか、記入漏れがないか、入力ミスがないか、必ず確認してから確定申告書を提出するようにしましょう。こちらも源泉徴収税額入れれるっていうのを知らないと漏れていってしまいますので、しっかりと抑えましょう。はい、本日の内容になります。確定申告やりがちミスパート2ということで、まず一つ目の気をつける点、所得を合算してない、全ての所得を合算しているかどうか、そしてふるさと納税された方、入力漏れもったいないですのでお気をつけください。そして先住者給与と配偶者控除のダブル計上をしていないか、そして基礎控除額のミスをしていないか、そしてこちらも要注意でしたね、予定納税額をされている方、入力漏れてないかどうかの確認をしてください。そして最後、源泉徴収税額の入力ミス、または入力漏れがないか、合計額が全てね入力合ってるか漏れてないか、再度確認をしましょう。そしてもう一つ注意点なんですけど、扶養控除のミスも多いので要注意です。扶養していると思い込んでいたらですね、扶養している父母の年金額が扶養から外れるぐらい金額をもらっているっていうようなねケースもあります。また扶養していると思っていた学生のお子さんがですね、バイトを意外とたくさんして稼いでおりまして、実は扶養から外れるんだっていうミスも多いですので、そちら皆さんが扶養に入れる場合には、扶養控除対象の方の収入がいくらなのか、アルバイト代や年金金額すべて洗い出して、扶養内の本当に金額かどうか確認をしてから提出するようにしましょう。こちらもミスが多い項目になっております。ですので年金や給与の金額はしっかりと確認しましょう。また扶養している配偶者の方ね、扶養控除に入れてる場合、今年のパート代が多かったということがありますので、必ずそちらも合わせて年金、給与、パートの金額等々確認をしてから扶養控除に入れるようにしましょう。はい、本日の内容は以上になります。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士を味方につけれるということで、質問や相談をいつでもすることができます。これは Facebook の非公開グループを使って私は運営をしています。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。メンバーとの情報交換と、私に対して直接ズーム上で質問や相談をするということで好評です。そして3つ目のメリットは、税理士の裏側を公開していることです。 YouTube や TikTok、Voicy の裏側、新しい経理や税金情報、ビジネスに関する情報はオンラインサロンのみだけにね上げてますので、そちらの方ぜひご検討ください。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになっております。今メンバーはね140人か150人ぐらいになってますので、ぜひぜひ参加の方お待ちしております。はい、私は本を2冊出版してます。30分でスパッとわかるインボイス制度の Q&A ブック、これ宝島社さんから出ております。またもう一つはですね、経理、税金、節税、確定申告、フリーランス、自営業に必要な内容が1冊にギュッとまとまった本も出版しております。どちらも Amazon またはね Kindle 版もあります。また楽天ブックス等々からね、また紀伊国屋書店のねオンラインなどからも買えるようになっているみたいですので、ぜひご検討の方よろしくお願いします。そして YouTube なんですけど、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またいいね、高評価ボタン押していただけると励みになります。またね、嬉しいコメントもたくさんねいただいてますので、コメントいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。またその他 SNS は Instagram が3万人、 Twitter、TikTok はフォロワーが 6.3 万人、また Voicy もスタートしておりまして、 Voicy の方もまたね違った話をしておりますので、こちらその他 SNS の方、本の方もすべて概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方してみてください。よろしくお願いします。はい、それでは確定申告シーズンということで、前回の動画、今回の動画、よくね皆さんご自分で確定申告作って提出してるって方、ありがちなミスを紹介いたしましたので、ぜひこちら両方の動画を見ていただいて、致命的なミス、またね入力漏れのミスないように確認をしてから確定申告提出するようにしてください。自営業やフリーランス向けに役に立つ動画、今後も投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。また動画お会いしましょう。それではまた。